こんにちは、ヤギョです、今回はですね、鹿児島の、お客様の、ご紹介をしようかなと思います。だいたい2年前ぐらいに始めましてだったかな、お会いしたんですけども、その時ですね、初めましての時は握りがコンチネンタルグリップで、どうしてもこう振り切れないというか、ラケットの先端を暴れさせてボールがあっちゃこっちゃ行っちゃうみたいな状態で、で実際その前は握りがものすごく熱くて、あのフォアがおかしくなってしまったっていう、お客様だったんですけども、その方がね、大体2年間ぐらい、大体どんぐらいかな、2、3ヶ月に1回ぐらいお会いしてたかなっていう感じで、レッスンしつつ、レベルアップしていって、もうだいぶねこうまとまってきたというか、言うことも少なくなってきた。細かいところはまだあるけど、だいぶ何も言わずにもラリーでバシバシ打ち合っても大丈夫だなみたいな、そんな状態になったので、過去にもね、このお客様は、何回も出てきているので、見たことあるなっていう方もいると思うんですけども、過去の動画を見ていただくと、どん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 変わっていく姿が分かると思うんですよね。なんで、ぜひね、定期的に受けてる方が、こういうふうにこうなっていったよっていうのを、ご紹介したいかなと思い、今回は、動画にしてみました。特に最初はね、イップスになってもフォアがもうどうしたらいいかわかんない、もう試合じゃ振れない、もうスライスしか打てないみたいな、そういう状態になったところから、だいぶこう進化していって、自信持って打てるようになって、やっと試合の中でもしっかりこう自分のスイングで、ボールを打ち続けることができるようになったということで、僕もねそれこそ過去にイップスの経験があるので、イップスになるとなんすかね、しっかり振り切ろうと思うとぶっ飛んで後ろの壁に当たったりで、じゃあ入れに行こうとゆっくり振るとネット下段になってしまって、ネットを越えるどころか地面に当たるみたいな、ボールが地面に当たってネットに当たるみたいな、そういう状態になったり、ものすごいこう、ね、苦しい思いしたので、そこから今はねそんなことはなくなって、もう安心にテニスできるのでそういう、僕の苦い経験から復活、苦い経験が復活したことによって、皆様にこう崩れている方に、どうしよう、うまくいかない方を、救えるっていう今の状態で、実際に、ね、そのもちろん試合では緊張するのは変わらないと思うんですけども、前みたいにそのスライスしか打てないみたいなじゃなくなったということで、楽しくテニスをできているようなので、ぜひ、ね、参考にしていただきたいかなと思って、今回は動画を紹介します。最初ラリーの動画で、そこから試合の動画なので、試合では、バギーホイップショットで、ちょっとスピンをかけたいということで、しっかり振り切って打てるようにしたいということで、バギーホイップショットも練習しているので、ぜひ、どんな感じでやってるかな、もちろん、ね、まだまだ、課題点あるんですけども、どんどんレベルアップしているので、ぜひ参考にしていただければと思います。
Oh.
あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。